兵庫県議会議員が所得税と国民健康保険料を滞納し税務署などから議員報酬の差し押さえ通知を受けていたことが分かりました情報公開により公開された公文書によりますと県議は昨年度の国民健康保険料の一部に加え2016年度と昨年度の所得税と復興所得税を滞納。 今年8月と10月に税務署などから議員報酬の差し押さえ通知を受けていました議会事務局は個人情報にあたるとして議員の氏名や滞納金額などは明らかにしていません議員は通知を受け既に滞納額を支払ったということで実際に議員報酬が差し押さえられることはありませんでした